こんばんは。ヤッホー、ハロー、こんばんは。ちょっと目が赤いわ。ちょっと目が赤い気がする。こんばんは、皆さん。ね、泣いてるように見えるよね。なんか違うんですよ。でもこっち側ね、コンタクト。もう上？わかんないけど、なんか髪の毛が目の中に入っちゃってて、そう、それを取ろうとしたら目が赤くなっちゃった。こんばんは、皆さん。 待ってた。 高校卒業しました。こんばんは。 とりあえず3月までは JK です。確かに泣いてるように見えた。じゃあそのまま卒業式感動して泣いちゃったってことにしようかな。 あ、くまりパパさん、すごい、何これ、めっちゃかわいい。桜タワー、ありがとう、くまりパパさん、すごい桜だ、めっちゃかわいい。こうやってやったら桜のかわいさがわかりますか？ すごい、桜が立ってる。ありがとう、くまねパパさん。もう18歳じゃない、それ18歳なんですけど。もう JK じゃないくなっちゃう、4月から。くまねパパさん、桜タワーありがとう。 昨日も話かありがとう。そうなんです、昨日はね、なんだっけ、卒業式の後のショールームだったので、オンライン話からだったので、ちょっと時間的にね、着替える時間とかがなくって、着替える時間とか髪の毛の時間とかなくったから、その卒業式そのままのね姿でオンライン話会に参加したんですけど、僕は昨日ね、来てくれた特別です、昨日は。こんな感じでした。昨日から着替えてないの、違うよ、昨日と同じ制服を着てるだけです。 そう、激レアです。ちょっと特別にね、お許しをもらいました。本当は、そう、ダメな、間に合わない、着替えないといけないけど、そう、ありがとう、めっちゃ制服褒めてくださってありがとうございます。皆さん、こんな感じです。とりあえずの JK 時代は結構。 でした。そう、あとパパからお花をもらいました、卒業祝いで。卒業祝いのお花もらった、ちょっともうね、昨日の朝ぐらいにもらったからあれなんですけど、パパからお花をもらいました、卒業祝いで。こんな感じ、めっちゃ可愛いです、赤と濃いピンクで、ゲイのペンライトカラー兼好きな色で 花束にしてもらいました。してくれたパパがめっちゃ可愛い、サプライズだったんですよ。だからびっくりしました、めっちゃ嬉しい。これ、雨止まるかパクパクしてた。 かわいいでしょ、めっちゃ綺麗です、わーい。 そう、ちなみにこれは STU カラーらしい、パパがイメージした。本当は水色と白が良かったらしいんだけど、なんか水色がなかったらしいから、青になったり。こんな感じです、かわいい、パパからのお花でした、かわいい。
かわちいです、本当に。ね、そうそうそう、ちゃんとねペンライトカラーなのがね分かってるよね。やばい、なんかさ髪の毛が入っちゃったんですよ、さっき目の中に。ずっと痛いんだけど、取れてんのかな今。ごめんなさい、ちょっとショッキング映像みたいになっちゃう。もうさっきめっちゃ痛くってびっくりした本当に。巻き髪もやけでした、ありがとう。そうそう、卒業式だったからね。まあ、ショールームはできるんで、これで配信できるんで大丈夫なんですけど。そう、昨日はね、あの髪の毛巻いてました、卒業式だからね。え、そう、なんかブログ今日さリエの番なんだけどね、ちょショックなことがあったの、聞いてほしい、本当に悲しかったんだけど聞いてください。皆さん、ブログの悲しい話。なんかリエはブログのね一番最初の写真あるじゃないですか、あのツイッターとかにも出てくるあのブログの写真、あれをガレシティの公式で出してくれるじゃないですか。だからみんなが見やすい写真にしたかったのね。みんながなんかこうパッと見た時に目を引くような写真にしたくって、だからいつも一番最初の写真はめっちゃリエこだわってるんですよ。でだからリエはちょうど高校も卒業したし、卒業式の写真にしたんですよ1枚目を。だけどなんかツイッターに表示されてるのは違う写真だったのね。だからそれがめっちゃ悲しくって、なんかそう、なんかブログをねあの全部読んでる人がいるのかいないのか分かんないんですけど、そんな写真もね見てないよって人もいると思うけど、うまく自分があのその1枚目はいつも結構あのこだわってるから、あのどんな写真にしようかなとかめっちゃ考えて選んでる写真なんですよ本当に。ママとかにもなんかこっちとこっちならどっちがいいかなみたいなのをなんか 5枚ぐらい送って選んでもらってるみたいな感じで、もうめっちゃこだわってるから、がそれが一番目に表示されなくって悲しいです。一番目っていうか、そうツイッターのやつはただの衣装の自撮りになってて、もう本当に悲しい。なんかもうそんなさ、そう正直そういう自撮りとか衣装のあの制服の自撮りの写真なんかいくらでも見れる写真じゃないですか、今までも散々。そう、しかも STU のあれは自分で出すやつじゃなくて STU が出してくれるツイッターのやつだから、そう悲しいです。なんでそうなっちゃったんだろう、悲しい普通に。しかも名前も藤井理恵じゃなくて丸本、え本当にそうなの、なんかどうしたらいいのそういうのって。なんかもうなんかそういうことが多すぎて、そういうことが多すぎてもう言うのも嫌になってきちゃう。
そう、名前が違ったりめっちゃ短かったりとかあるし、そういうのあるから、もうどうしたらいいですかね。これはもういいかな、もういいや。ブログ、そう、ちゃんとなってるのに本当にねえ、悲しいです。ハッピーなことしかなかったのにショックなことが起きてしまった。ね、不具合多いよね。自分だけじゃなくてみんなのも多い気がします、ブログは。ね、まあまあまあ、もう仕方ない、これは仕方ないです。一旦忘れましょう。そう、制服かわいいでしょう。青です、青のリボン、青のセーターです。まあじゃあちょっとハッピーな話でもしましょう。ハッピーな話、ハッピーな話、ハッピーな話って何？マネージャーさんに言うだけ言ってみたらもう一回あげてくれるかもだって。でもなんかもう言うの嫌になる。もう初めてじゃないし、そういうの多いから、もう言うのも疲れちゃいました。はい、ハッピーください。ハッピーください、本当にハッピー、ハッピーですよ、卒業できたので。卒業したのでハッピーですけどね。昨日で10枚目イベント終わったから、その、確かにそう、昨日でね、そう、君は何を公開するのかの話し会が全部終了したんですけど、そう、皆さんどうでしたか。どうでしたかって、多分3期生がフルで参加したのは君は何を公開するのかが初めてなんですよね。息をする心、多分途中からだったから、そう、こうやってね、お話し会最初から最後まで参加できて嬉しいです。なんかやっぱ場所にもよるってのあると思うけど、だんだん来てくれる人が増えたかなって思うので、このシングルでね、だから嬉しいです、本当に。でもね、ツーショットをやって学びました、ちゃんといろいろ。まかり目線の時の衣装本当に素敵だった、ありがとう、本当にめっちゃ可愛くって、私も後で全身に、そう、ブログにもあげてるんだけど、ツイッターにもあげようかなって思ってます、見てくださいね。じゃあちょっとハッピーな話しよう、ハッピーな話ね。リボン少し緩めにつけるスタイル、前本当に確かにちょっと緩いかも、でもあんま
そうですね、きつく締め、ゆるく締める派です。ゆるく締める派、ちょっと長めにしてます。クリエイチスタイルです。10枚目シングル話しかリエッジ情報で4回しか参加してないけど、おしめになった。本当ですか？本当にもう気になるじゃなくて、おしめんまで昇格したんですか、リエッジは。嬉しい、ありがとう。じゃあ次のアルバムもよろしくね。みさみさん、リアル話かジャンクション、ありがとう。こちらこそありがとう。本当に最後の幕張り来ないって言ってたじゃん。だから来ないって言ってたのに来たから本当にびっくりした。なんかえって思ってちょっと思考停止しました。ゆいなりえちゃんと同じ高校生でやれなくなるのは悲しいな。ねえ、先に卒業しちゃったよ。ごめんね、留年はしないよ。りえちゃん留年は絶対しないから。りえちって普段大人っぽいけど制服姿見ると大人、高校生らしくて可愛い。本当に嬉しい。 JK ですよ、3月までは JK です。なんだなんだ。リエッジの話からたくさんの人におすすめしたいくらい楽しかったって、うわ嬉しいです。本当にじゃあぜひおすすめしてください。ありがとう。あすごい、なんか結婚してがいっぱい降ってきた。あ TK さん結婚してたくさんありがとう。結婚して流行ってるんかな。結婚してありがとう。なんかリエのことなんでリエの話から来てくれるんだろうっていつも思ってたんですけど、最近よくたくさん会いに来てくれて嬉しいです。ありがとう TK さん。サラピさん好き同士だからね、リエたちは仲良くしましょう。ありがとう。自分は逆に来てくれないと思っていたけど来てくれてありがとうって言われたな。うんそうね、確かになんかオンラインのイメージが今まで強かったから、そうだからちゃんとリアルで会えると思わなくてびっくりしました。馬太郎さん、また早くリーチとお話ししたいなってね。ちょっとねあんまりね幕張の方まだリーは行けること少ないけど、次ってかまたね行く機会があればぜひ会いに来てください。みさみさ、学割もギリギリまで使わんとね。確かにそうじゃん、3月までに使いまくろうかな。もう学割使えるとこだけ巡ろうかな。やだ。幕張の話からもしもしで追加したから、本当に嬉しい。もうてぃちゃんのことめっちゃ好きになってくれたなら嬉しいです。マカタさん、自分は幕張のリエッジにびっくりされた。そう確かにショールームは来てくれるイメージあるけど、そうリアルのイメージはなかったから、あごめん、だからそうびっくりしました。ショールームだけの感じなんかなって思ってて、そうでも結構そういうショールームだけとかオンラインだけでしか会えなかった人がリアルで会いに来てくれたりしたことが結構多かったので嬉しかったです。ニコさん、このシングルでリエチーズになれた気がしますって。いやちょっと待って、でもなんかチーズに鍵がついてどういうこと。
多分、多分はなしってことですか、もう。もう多分はいりませんか。そう、結構はじめまして、はじめましてっていうかリアルはじめましての人が多くて嬉しかったです。これ頭切れてるよね、なんかでいつもショールーム頭切れてる気がする。あ、てか今日本買いました。でいち行ったでしょ、文学少女だから本買いました。今日は、今日買った本ちょっと買っちゃったんだよね、リエあれを買ってしまいました。じゃーん、そう、変な絵買った、今日いっぱい買っちゃったんですよ。ちょっと待って、なんかさ目に髪の毛入ってる気がする、痛いんだけど。そう、めちゃこの前本の話したじゃないですか、リエがめちゃ小説好きだって。今日ね、また本読みたいなって言って本屋さんに行った。変な絵、でも変な家も買ったんよ。変な家も変な絵もどっちも買ってみました。こっちも買ってみた、どっちがどっちも読みたい、どっちが面白いかなって。リアルで最新で思ったことはリエチ顔小さい人。え、本当ですか、嬉しい、本当にありがとう、なんかそんなに褒めてくれて嬉しいです。ありがとう、ライちゃんさん、嬉しい、本当にもっと褒めてください。もっと褒めてください。高校卒業おめでとう、ありがとう。そう、今日は、昨日はジャケット着てたんですけど、お話し会の時に、今日はジャケット着てないの。ちょっとさすがにここでやるにはジャケット着たら暑いかなって。なんかやっぱさ、目泣いた人みたいになってるよね。髪の毛が刺さっちゃったんだよね、絶対痛い。TK さん、推しメンのこと慕ってる後輩は応援センターって、え、本当に嬉しい、それは嬉しいです。でも同じ話し会の時もね、サラピさんに会えましたし、あ、やばい、ちょっと。そう、サラピさんに会えました。そう、写真あったらいつも写真撮ってもらってます。そう、 X にあげるねって言ってずっとあげてないわ、そろそろあげます。でも X にあげたい写真が多すぎて、千穂さんとサラピさんと3人で撮った写真もあげたいし、サラピさんと2人で撮った写真もあげたいし、もうあげたい写真が多すぎて大変です。大さん、学業とアイドルお疲れ様です、ありがとうございます。そうですね、1年だけかぶりましたね、アイドルと学業。でも意外と大変ですね、意外とっていうか普通に大変だった気がします。くまねぽぽさん、 JK ブランドがなくなることについて聞いた、私は全然気にしてないけどリエチが。サッチーそんなこと言ってたんですか、リエチが…バイサッチーそうなの、サッチ気にしてないんか、リエはめっちゃ気にしますね、貴重だからね、3年間しか使えないブランドですよ。
清水さんも X に投げてくれて、あ、そうなんですよ、そう、清水さんとサラピさんにお誕生日プレゼント渡して、そう、写真撮りました。清水さんが今日あげてくれました。なんか清水さんがさあげてくれてた写真見て、なんか自分の顔見たんだけど、なんか違う人に見える顔が、なんかで多分目が若干釣り目なんですよ。目がちょっと釣ってるんですけど、どっちかといえばなんか垂れ目になってた、清水さんの写真から。そうだからママとなんかリエじゃない人みたいだねって話してました。目がこうなってた。謎に。クマニパパさん、確かにレイジ気にしてるなって盛り上がってた。え、本当に、いや、めっちゃ気にするよ、本当に。もう超大事だから JK ブランドって、もう JK かけるアイドルが最強。ヤンキチさん、チャートリ、あ、そうです、チャートリ入りたいです。そう、入りたいんだけど、入りたいんだけど、入りたいんだけどとかじゃないんだけど、そう、入りたいですね、チャートリー。でもとある方にスタジオっぽいって言われて、初めて言われたんですよ、チャートリー以外。それが今までみんな、リエちゃん絶対チャートリーだよって言うから、そうだよねって思ってたんだけど、ある人にリエはスタジオっぽいって言われて、え、本当にって思って、びっくりした。質問なんだけど、みんなが持ってるうちわってどのくらい距離視認できる？どれくらい？でも、でも結構見えるくない？だってでもディエたち立ったことあるステージってそんな限られてるからあれだけど、3期生が今まで立ったことあるステージでうちは見えなかったことない気がする。クリスマスライブでも見れたから、なんか全然見えると思います。どのくらいだ、あのお話し会の時にみんなが奥で待ってるとこと D が話してるとこの距離でも自分のうちわが見えるので、かなり見えると思います。いやちゃん、幕張で二の腕ごちそうさまでした。高校卒業おめでとうございます。ありがとうございます。そう、幕張来てくれて嬉しかった。本当にあのお話し会で会えるとは思わなかったので嬉しいです。そう、あの服ちょっと二の腕がね、スタジオリーチを見てみた。本当にスタジオで踊れないんですが。清水さんに言われた。うん、全然違います、あの大人です、大人の方に。誰がそんなこと言うの、スタジオの様子あるか。ドドイチさんは絶対クルクルさんとチホさんと同じとこにディエを入れたいだけですよ。もうそれしかない。昨日は制服見せるのにちょっとアップちょっと控えた。あ、そうそうそう、いつもあのめっちゃ近いんですけど、お話し会だけど、昨日はちゃんと制服が見えた方がいいかなと思って、そう、みんな多分制服見たいだろうなって思って
そうだから制服が見えるようにちょっと後ろに下がりました昨日は。話し会の終わりの見送りの時はうちは見えてる。話し会の終わりの見送りの、あれは見えてます大体。てかみんな別に名前ぐらいですじゃん、うちわに書くのだから割と見えます。リアルで次の思ったことは目がクリクリして大きくて可愛いこと。嬉しい、ありがとう。目いっぱい見てくださいティーツの目はこんな感じですのまさきさん、リエッチのこと好きな人ユウナと被ること多くない？え、そうなの？そうかな？あ、まあ、うん、人によるえ、どうだろう。でもそうなのかもしれないね。まあでも一緒に僕隊出てるからそういうことはあるよね、きっと。そうですか？ニヨシ？ニヨシじゃないや、ユウナとリエッチ出し質問をしてる人多いんかな。でもさっきそんなもんじゃね。ちょっと待ってて、リップ取ってきてもいいですか？あれ？なんか色つくリップないんだけど。誰もいない冬の浜でも僕は寂しくなかった。よいしょ。なんか負けてない。わかんないですね、そういうのは。せいくん、青いリボン似合ってるね。ありがとう、嬉しい。青です。セーターもリボンも青で揃えてます。泉さん、早くお話し会申し込み来てほしすぎて永遠待機して早すぎます。でもまた早く会いたいよね本当に。アルバムわかんないんだけど、どんな感じなんだろう。アルバムお話し会とかあるんですかね。会ってほしいよね。お話し会いっぱいやりたいかわいいとかファッションとかカメラとかチャートいいですよ。どちらかといえば一生困る。あ、そうなん。そう、でも確かに好きです、いろいろそういうものは。くまにょっぱさん、逆に遠いって言いたくなった。本当に？でいつも近すぎちゃってるからね
次のリアル用にまた新作一を作るなんてありがとう。また可愛いの待ってますね。マタルさん楽しいですだって。本当にちょっと怪しいから気をつけてね。怪しいからって気をつけてくださいね。本当にじゃあちょっとそろそろ配信終わりにしようかな。え、ナオミョンのボブ見た。え、ちょっと見れてないんだけど、あれ本当にボブなんですか、ナオミョン。本当にボブなの？それともウィッグとかなんですか、わかんないんだけど、本物のボブですか、あれは。すごくない？3期生髪の毛短い子めっちゃ増えたね、一気に。だってサッチもイチゴもノアミョンもヒーちゃんも短くなったってことでしょ。すごいね、短い子がいっぱい。髪短い子多いですね。でもリエは切らないです、多分。多分というか絶対に切らないと思います。髪の毛短いの似合わないので切らないです。リエチ切っちゃわないよ。そう、髪の毛短いの似合わないんですよね。といって長いのが似合ってるわけでもないんだけど、ボブはもっと似合わないので切りません。そう、巻くの好きだしあんまり切りたくないですね。いろんな髪型していろんなアクセサリーつけたいので伸ばします。やっぱ巻き髪って可愛い。本当にあんまり今日うまくできてないんですけど急いでやった。巻く方が好きです、巻けるのが好き。確かにこのくらいの長さがベストなのかもしれない。これくらいでね、これくらいでね揃えたいよね、ずっと。うん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 、これくらいがちょうどいい気がします。ね、ハーハープリエも好きです。じゃあ、そろそろ、そろそろ今日は終わりにしますね。終わりにしますねってさっきも。じゃあ、男女を見まーす。それでは、13位、フォーユーさん。高校卒業おめでとう。ありがとう。嬉しい。お名前まで書いてくれて。ありがとう。12位、ナエ先輩さん。ありがとう。11位、大ちゃんさん。ありがとう。10位中田和さん、ありがとう。9位じゃ中村さん、ありがとう。8位トウモロコシさん、ありがとう。7位丸玉ちゃんさん、ありがとう。6位石剣マシンさん、ありがとう。5位ルパンさん、ありがとう。4位ミサミさん、ありがとう。3位 TK さん、あさありがとう。2位のんとうさん、ありがとう。そして1位はくまれぽぽさんでした。桜タワーありがとう。ありがとうございました。ちょっと制服を着た、ちょっとレア配信でした。ありがとう。こちらこそありがとうございました。ちょっといつもよりも短いかもしれないけど今日は。ありがとうございました。じゃあね、またね。おやすみ。バイバイ。おやすみなさい。ありがとう。